のぞみ様。もう食事の時間なの。私、お腹は空いていないのだけれど。いえ、ここから移っていただきます。だけれど、ここから移されるだなんて初めてよ。一体何があったのかしら。館に火をかけられました。火を？はい、別の館に移っていただきます。身の回りのものは？何も持たずに。両月は持って行ってもいいかしら。はい。
そこから出ても自由にはなれないのね。自由になれないまま死ぬのね。そうか、死ぬか。どなた？この山に住まう人ではないものだ。山神様ね。あなたは蛇の神様かしら？それとも狼の神様かしら？さて、どちらだろうな。私は別にどちらでも気にしないわ。神様ならば、私の願いを叶えてくださらない？願いとは何だ？自由になる前に死ぬのは嫌です。自由ではないのか？自由にならぬ体にとらわれた魂のどこに自由があるのでしょう？慈しみはいらぬというのか？その鏡にお主の魂を寄らせてやることはできる。この体から離れられるの？鏡にはとらわれるが、抜け出すことは自由だ。生きたまま霊になれるというの？夜呪物が壊れぬ限り滅びぬ。
主様、知っていて。ねえ主様、今日は都で。ねえ主様、私は。ねえ主様。主様、主様、あなたなんて嫌いよ。どうしてあなたがここにいるの？お父様に可愛がられていたのではなくて？捨てられてしまったのね。少しは言い返しなさいな、情けない子。私は弱い子は嫌いよ。ねえ、なんとか言ったらどうなのかしら。ですが、姉様。ですがじゃないわよ。あら？
かなさいました。あなたは何という名前だったかしら。御影。どうしたのかしら。いえ、姉様。何、御影。主様のことですけど、お助けしないのですか。どうやってお助けすればいいのかわからないのだもの。あら、姉様、どうかしましたか。私、あなたに主様のことを話したかしら。来る日も来る日も。それで姉様、聞いたことがあります。三重の地に陰陽揃うとき、縁の行者の風地を崩すことができると。陰陽、男女の双子です。双子。